たか？いや、まだ見つかっていない。必ずいるはずだ。探すぞ。己、下民の分際で我が屋敷を襲撃するとは身の程知らずだ。お父様、私も戦います。お願いします。お父様、ダメだ。お父様、何を。あちら。お父様、これは。族め、私をフレーゼとしてのことだ。何？あ！バカな、下民にこんな魔力が。貴様、ミネス。まさか他の連中も。平民上がりが出しゃばりすぎたな。貴様のような奴が力を得るとろくなことにはならない。何？この国に忠誠を誓った私を侮辱するか。王はこのことを。全ての人々が魔法を使えるこの世界、これは魔法が全てのこの世界で、生まれつき全く魔法を使えないアスタという少年の物語。魔法が全く使えないにもかかわらず、クローバー王国魔法騎士団黒の暴牛に入団したアスタは、仲間たちと共に数々の強敵に立ち向かう。戦場では弱い存在する価値を、俺はそんなお前を壊すためだ。そうだよ、じゃあ俺を壊してみろ。そのつもりの一撃は邪魔だ。
消えろ石ころ。石ころは石ころでも俺はダイヤモンドを砕く石ころだ。仲間と力を合わせマルスとの戦いに勝利したアスタ。その後も幾度となく訪れる危機を仲間に支えられながら乗り越えていく。そしてヤリさん。まだ着かないんですか。うるせえな。てめえが空間魔法を使えれば歩かないで済むんだよ。無理ですよ、ここ初めてですもん。だったら黙ってろ。せめて飛んでいけばいいのに。すんません、俺飛べないっす。私もよ。何度も言わせないで。少しは申し訳なさそうにしてよ。てめえが俺たち全員乗せて飛ぶか。ヤミさんは自分で飛べるでしょ。にゃい、この俺に飛ぶってのか。飛ばされてえのか、てめえ。いや俺別に変なこと言ってないでしょ。それにしてもこんな場所にもダンジョンがあるのね。ここがどこか知ってるのか。フレーゼ丘陵でしょ。フレーゼ丘陵。丘陵って。丘陵っていうのは昔は領地にしてた土地ってことよ。この辺りは昔フレーゼ卿という貴族が治めてたんだよ。フレーゼ卿。先見のフレーゼと呼ばれた貴族さ。未来を見通す力を持っていたらしい。戦いにおいては敵の動きを先読みし、商売においては相場の動きを先読みし、弱小貴族だったフレーゼ家を一代でものすごく大きくしたのさ。へえ、すごい人だったんすね。でも確か30年くらい前に盗賊団に襲われて一族みんな亡くなったとか。無情だよね。でもおかしくないっすか。何が。未来がわかるのに盗賊に襲われることがわからなかったのかなって。ああ当時もそういった話はあったみたいな。でも結局一族みんないなくなって真実は闇の中さ。未来を正確に見通すなんてせいぜいよく当たる占い程度だったんじゃないかしら。おしゃべりはそんくらいにしろ。着いたぞ。ダンジョンっていう割にあまりマナを感じないわね。ダンジョンの中でもかなり古いもんだ。時間が経って枯れちまってるんだ。だが生きてるトラップ魔法なんかもある。ボケっとしてたらやられるぞ。闇団長はここ来たことあるんすか。昔ちょっとな。なんだこいつ、岩が動いてるぞ。ドンゴーレムよ、侵入者を排除してるんだわ。俺は負けない。任せてください。どうだノエル。まあまあね。まだ戦える。どうだ魔力なしの一撃は。俺は負けない。どうだ魔力なしの一撃は。魔法を張るわ。
じゃ、ちょっくら見てくるわ。うわ、また出た。ゲッ、ヤミさん。そいつらの相手、よろしくな。俺は邪魔にならないように隠れてるから頼んだぞ。頼りにならないわね。了解っす。負けない。今よ。任せろ。どうだノエル。まあまあね。みんなを守る。大変。やったぜ。やるわね、アスター。行け。いっぱい。さあ、やったぜ。俺は負けない。よし、回復だ。行け。うわ、やったぜ。みんなを守る海流の風。うわ、どうだ、魔力なしの一撃は。まだ戦える。俺は負けない。なしの一撃は。防御魔法を張るわ。いける。そうだ、魔力なしの一撃は。やるわね、アスター。いけ。の一撃は。さあ、いける。いけ。俺は負けない。やるわね、アスター。いけ。まだ戦える。俺は負けない。よっしゃ。その調子よ、アスター。サポートは私に任せて、どんどんやっちゃいなさい。まだ戦える。よっしゃ、片付いたぞ。やあ、お疲れ。二人とも後輩置いて隠れるってどういうつもりなの。俺は戦いは専門外なの。闇なんじゃ、こっち片付きましたよ。あ、聞こえてないのかな。団長、入りますよ。闇団長、大丈夫っすか。返事くらいしなさいよ。ちょっと、あれ、闇団長じゃない。あ、起きた。てめえら何者だ。落ち着け。俺たちは魔法騎士団だ。俺はアスタ、お前は。なんだよ、この辺りでまだ俺を知らねえ奴がいんのか。俺は闇、闇助弘だ。